はやべんです。今日は北海道の函館来ております。ラキピエロですね。こちら行こうと思いました。こちらの方はチャイニーズチキンオムライスかな。でかさは分かっていただけますかね。うん、いただきましょう。ケチャップの甘みと酸味があって、卵かなりふわふわですね。チャイニーズチキンライスに入ってる唐揚げと一緒でしょうね。ただ肉と肉、うん、OK で、それお揃いですか。はい、どうもです。ちょっと甘じょっぱいね、味付けですね。になりますね。で、追加で頼んでるものがありますので、こちらも行ってみましょう。あとラッキーボールっていうのがあったのでね、これも頼みました。何なのかよく分かってません。ごま団子かな、これってしたら。こっち食べてみよう。ごま団子なの多分これな。うん、ごまのあんたんこ。これ最後のデザートですね。ガイモはすげえホクホクしてる、うん、一応北海道産みたいな回だったからね、頼んでみたけど、あ、これは足りですね。普通の語弊があるかもしれないけど、コンビニコロッケとはちょっと味わいが違いますね。オムライスと合わせても美味しいですね。この後もいただいてきます。